はい、皆さんこんにちは。肌の再生医療の北条元春です。今日はですね、40代からのスキンケアの心構えということについてお話ししようと思います。実は前振りがあってですね、以前に50代からのスキンケアというものはどういうふうにやったらいいのかということを、まあ、皮膚、まあ、スキン、まあ、皮膚という臓器がどういうような成長、それから退行性変化、老化に行くのかということを含めて、どういうようなことに注意したらいいですよ。まあ、このスキンケアをやってくださいということではなくて、50代からのスキンケアの注意点を、まあ、ベースとして皮膚の加齢の生理学というような視点からお話しさせていただきました。まあ、50代というのはですね、角質の部分が薄くなってくるし、皮脂腺や汗腺の分泌量というのが衰えてくる。それから、真皮部分がどんどん薄っぺらくなって弾力性を失う、退行性変化みたいなことが起こってくるということをお話ししました。生体になった時にはプラトーな状態で、まあ、だいたい20代の後半から、40代ぐらいまでがずっといわゆるこう、働き盛りというかもう非常に人間、動物としての人間が安定している時期ですね。もちろんその思春期などを経てこう、成体、成人になっていく、大人の体になっていく。それで20代の中盤ぐらいから大人になった体をずっと維持していく。そしてそれがだんだん老化して退行していくみたいなことなんですが、今日はですね、40代からのスキンケアの心構えということでお話します。当たり前の話なんですけど、50歳の誕生日でガクッと落ちるなんてことはなくて、徐々に落ち出すというのがあります。50歳の頃には、ある程度もうやっぱり、前にも言ったように角質が薄いなとか、真皮層が弾力性を失ってシワが出てるなとか、シワが、笑いじわが消えないなっていうことがもう顕在化してるとこなんですね。で、そういう症状がいきなり顕在、50歳になった瞬間に顕在化するわけではなくて、その前振りというのは40代からもう始まってます。あまり皆さん気づかないのは、人体ってそういうようなものなんですね。例えばですね、糖尿病っていう病気があります。これはその血糖値がどんどん上がっていって、いろんな臓器に障害を及ぼす。それから肝機能障害という状態があります。それから腎不全という状態があります。これもすべて、ある日一夜にしてすべての、まあ、腎不全になったり、肝不全になったりとか、するわけではないんですね。糖尿病になったりするわけではなく、ある徐々に階段を上ってきます。そして我々の専門用語では生き地って言うんですけれども、生き地を超えた瞬間にそれが一気に顕在化します。肝機能異常という状態から肝不全に行くんですけれども、人体がそれに支えられなくなった状態で一気にバッと症状が出てくるみたいなことがあります。皮膚も同じでですね、皮膚の弾力性とか皮脂腺の分泌っていうのは、ある程度代謝で賄い、できている。30歳の後半、40代の前半になってもあんまり症状は出ない。だけれども皮脂腺の分泌能力は下がってきている。それから、皮膚の弾力性というのも低下してきている。ただしそれを補おうとしている、まあ、角質がどんどん薄くなっているけれども、基底層の方でどんどんそれを補おうとしてなんとかその感じずにいるんですけど、域値を超えた瞬間にいきなりそのおしっこが出なくなって、まあ、腎不全が顕在化するとか、肝機能障害がいきなり、目が黄色くなって黄疸のような症状がいきなり短期間に出てくるとか、糖尿病の血糖値が高くなっていきなり足が痺れてくるというのは短期間にボーンって出てくるんですね。これは域値を超えた瞬間に症状が出ます。老化も結構同じような経過をたどってます。で、よく皆さんがですね、40代の何歳も何歳の何月まで言う人がいますので、何歳の何月に急に老け込んだっていう人もいますけれども、それはその時点に急に老け込んだのではなくて、そこからの前段階があって、角質の層の維持する能力とか、皮脂腺とか汗腺の分泌量が、域値を低下するまで衰えてしまった時点でやっぱり自覚するようになってくる。ですので40代というのはそういうようなものの前触れだと思ってください。で、スキンケアどう変えていくのかっていうようなことよりも、どんどんそういうような対抗性変化が起こって、ある日瞬間年を取ったんではないですよっていうことをまず言いたいなと思ってます。若い時の肌の状態とか、皮脂腺の分泌とか角質の状態を維持できなくなったポイントで一気に実感するっていうことですね。これは腎不全、肝不全と一緒なんですが、そういう時にあまりうろたえない、ということが必要なのかと思います。その時にすぐに美容外科の手術に走ったりとか何かの治療をしたりというようなことは
あまり考えずにあまりうろたえないというような、そんなような心構えでいていただけたらいいかなと思います。まあそのような時にはですね、まあ保湿をよくするようにするとか、念入りに、まあ保湿ですね、 UV ケアをもっとするようにするとか、まあそういうようなことで対処していって、あまりクリティカルに過激に何か急に老け込んだので何とかしなきゃというふうに思わない方がいいのかなというふうに思います。これはもう完全に医者目線での臓器の生き地とか耐候性変化の一つの考えですね。それに対するスキンケアも急激にガンと変える必要もないのかなというふうに思いますので、今日はですね、まあ人の臓器である皮膚の加齢による変化、まあ前回は50歳からのスキンケアみたいなものを、まあもちろんですね、表皮角質が薄くなる、汗腺皮質の分泌が衰える、ですのでそれを補充するような化粧品で結構です。そういうようなものを使いましょう。で、まあ40代からのスキンケアもそういうようなものになるものを前提として準備をしておく期間かなというふうに思います。まあ今日はですね、40代からのスキンケアの心構え、まあスキンケアの方法ではなくて心構えということでお話ししました。もしよかったらチャンネル登録の方と、高評価の方、バットボタンでもいいです。よろしくお願いします。